放課後のときめき、現時点でのオンライン投票1位はファーストグレードのキム・ソンユ。ネットフリックスドラマ今私たちの学校はチョンさん役の俳優ユン・チャンヨン、スターのショーマスクブランドイケアの広告モデルに。甲状腺乳頭がんの手術を受けた女優パクソダム、新型コロナ感染。旧正月連休直前にプライベートで集まりに参加し、その中で感染者が出たため PCR 検査を受けた結果だった。リョ・アンド・ウォンジナ主演の台湾映画のリメイク言えない秘密側、1/21にクランクアップしたと明かす。女優チョン・ジュヒョン、2013年からモデルを務めてきたアウトドアブランド NEPA との契約終了、ドラマチリさんが期待以上の視聴率を上げられなかったことが影響かと報じられる。ゴールデンチャイルドで夜、コンサートで入隊を電撃発表。A ピンク、ザ・ボーイズ、ビクトンら所属の IST エンターテインメント、新たなボーイズグループをデビューさせる。カカオエンターテインメントと日本ソニーミュージックソリューションズが共同投資して大規模なデビュープロモーションを予定。